今日も始まりました不思議場の研究館の研究会のお時間です。はい、よろしくお願いします。お久しぶりです。全然あげてない。全然あげない、あげてないっていうか、その存在を忘れていた。いや、忘れてない、忘れてない。皆さん、今日はどんな日をお過ごしでしたでしょうか。ラジオみたいなね。そう、今日は私たちがなんかご紹介したいなって思って、もうとっさにちょっと思いついた話なんですけど、うん、じゃあ雑談会みたいな感じで聞くといいのかな。皆さん寝てる時にちょっとこう聞きながら寝落ちしていただきたいなと思います。はい、じゃあ順調お願いします。1993年の10月からフジテレビ系で放送されていたポンキッキーズ、うん、あれポンキッキーズなんだ。そう、ポンキッキーズのアニメ、ね、で、私たちちょっとこれ年齢言って、年齢生まれた、ね、年代、うん、私が、まあ、幼稚園の頃だから、まあ、1995年、まあ、5、6年に見てたんだけど、うん、あのポンキッキーズのなんかこうワンコーナーで、うん、あのホワホワ花子さんっていう、そうだ、ワンコーナーだった気がする、アニメーションがやっていて、うん、これなんか多分もう私と同じ年代の人は絶対見てるだろうなっていう、うん、私それすごい大好きで、私もう本当に、ね、私たちもこういうさ、YouTube の動画上げてるの分かると思うけどさ、うん、なんか怖かったり、ちょっと陰謀系だったり、ちょっと不気味だったりする話すごい好きじゃん、うん、もうちっちゃい時からもう私そうで、もうホワホワの花子さん大好き。いや、でもポンキッキーって知らなかった。あの記憶にはあるけど、確かにパラ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 、めちゃくちゃいい。オッケーオッケー、ごめん。もうなんでお互い眠いから、あの、ね、眠いけど、じゃあもう久しぶりにね、話していきたいと思います。どうせだったら、ちょっと私の思い出みたいな感じでちょっと聞いていただきたいなと思ってて、はい、ポンキッキーズでやってたホワホワ花子さんなんですけど、私が好きなアニメ3選、うん、ちょっとお伝えしたいと思います、はい、で、ごめんなさいね、ちょっと待ってくださいね、用意してたんだけどちょっと忘れちゃった、ちょっと待って。第3位、はい、ホワホワ花子さんのアニメでめちゃくちゃ好きだったアニメ第3位が、花子さんが来たさっちゃんの噂っていうアニメです、うんうん、はいはい、これ YouTube でも検索しても皆さん見てくださいって感じですけど、さっちゃんの噂、これさっちゃんはね、うん、サチコって言うんだ本当はねっていう歌があると思うんだけど、うん、ある女の子がサッちゃんが夜こう刀を持って、うん、なんか手足手首を、うん、でもちょん切りに来るっていう、はいはい、なんか噂話をするわけで、この噂話を聞いたら必ずバナナの絵をそばに置いていかないと、うん、あのちょん切られてしまう。この噂を耳にした時点で、うん、もうちょん切りに来るから絶対その日寝る時、うんうん、バナナの絵を置いときなさいよっていう。でちょうどその時に先生が来るの。うん、ちょっと話してる最中ぐらいにもう終わりかけの時に、うん、あ、皆さんみたいな感じで、うんうん、あ、もうじゃあもう授業始めるからねみたいな感じでこう入ってくるわけ、うん、でその夜にあの、まあ、主人公の女の子が寝落ちしてて、はい、寝てて、うん、居眠りしてて、でそしたら急に体が金縛りになるわけ、うん、でヒューって、うん、さっちゃんが来るわけ。さっちゃんはねって歌いながら、うん、なんか足がない、なんかアニメみたいな、なんか
まあアニメだから、ね、そうそう、うん、アニメのね、うん、そう来るわけ、うん、でもう刀斧を持ってるの、うん、で足首に刃物を引っ掛けながら、うん、さっちゃんはねって、うん、もうずさっずさってもう今にも足首が切られそうな感じで、うん、もう怖くて怖くてでも体が動かない状態だ、うん、そしたらなんか突然そのさっちゃんが、うん、キャーって言って、うん、消えてくんだけどで気づいて、まあ、金縛りが解けて、うん、でパッてこうつけの方を見たらお母さんが勉強で疲れたら食べなさいっていうメモ書きを置いた、うんはいはいうんもうお皿に乗った本物のバナナを置いといてくれてたわけ、うん、たまたま、うんうん、でそれでその主人公の女の子は救われるんだけど、うん、次の日にもうそのすごい怖い思いしたんだよみたいなみんなで話し合うわけ、うん、みんなで伝えるわけよ、うん、そしたら突然教頭先生が来て皆さんに悲しいお知らせがあります、うん、担任の何々先生が殺されましたって言って、うん、手と足を鋭い斧みたいなもので切られ、うん、布団の中で眠っていたそうです詳細を言うんだ、うん、でも怖いもう怖い、うん、もうそのへーみたいな、うん、で花ほわほわ花子さんがこう何もね何もしてないんだよほわほわ花子さんは何もしてないんだけど、うん、ストーリーテラーみたいな感じで、うん、そうなんですみたいな丸々先生は聞いてしまっていたのですみたいなバナナ置かなかったんだそうバナナ置かなかったもう噂話だからだから皆さん寝るときはバナナのイラストを描いてから寝てくださいこれ聞いたらもうそういうことえそ今のみたいな話を聞いたらもうってことそう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 さっちゃんが夜来るよっていうだけの話を聞いたらもうそういうこと手足首を取りに来るよみたいなこの話聞いたらもう絶対来るからバナナのイラスト描かないとダメだよみたいなこれはねちっちゃい子で聞いたら怖くなるよね手足切られるなんてさトラウマだもん、うん、これはほわほわ花子さんで絶対もう知らないもう見てる人は絶対知ってるアニメだと思う誰しもあるよね誰しもある小さい頃のに聞いてしまって今思えば違うかもしれないけど、うん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 、なんかもうトラウマになって残るというかめっちゃトラウマ、うんうん、確かにちっちゃい頃だったら怖いわそれすごい怖いはい、はい、続いて、はい、ほわほわ花子さん第2位、うん、発表しますはいこれもねあーってなる、うん、どうも怪人トンカラトン知らない知らない怪人トンカラトンですね、これは。あ、怪人トンカラトンで、あーみたいな。人いる？あ、有名な話。なんか有名な話。ほわほわ花子さんでは結構有名な話。どういう話？で、少年二人が話してるんだけど、一人が、なんか包帯ぐるぐる巻きの男が、なんか、現れて、なんか日本刀でなんか、襲いかかってくるんだよ、みたいな。そんなやついるわけないじゃんみたいな感じで行って、うん、でその一方の男の子が帰り道に帰ってたら包帯ぐるぐる巻きの自転車乗った片手に日本刀を持った大男、うん、大男がやってくるわけ、うん、ドンドンドンガラトントントンみたいな感じで歌いながら来るの、うん、へえみたいなでその怪人トンカラトンはおいみたいな、うん、トンカラトンと言え、うん、トンカラトンと言え、うん、っていう、うん、でも怖くて声が出なかったのかな、うん、その時はでそのことを家族に説明しても友達に説明しても誰一人として信じてくれる人がいなくて分かったみたいな証拠写真撮るみたいな感じで、うん、その日もおいトンカラトンみたいな感じで、うん、呼びかけるのねトンカラトン、はいはい、出てこいみたいな写真撮ってやるみたいな感じでそしたらドンドンドンカラトンって来るわけ、うんうん、でなんかそう
男の子さ、うん、おいトンカラトーンって言うじゃん、うん、言ったじゃん、うん、言ったトンカラトーンって言ったら、うん、そしたら突然そのトンカラトン来たんだけど、トンカラトンが日本刀を持っていきなりなんか男の子にバーって切りかかるの。もうその男の子も切られちゃうわけ、うん、ガチ切られちゃうの、うん、ガチ切られちゃう、うん、でバタッて倒れるんだけど、うん、俺がトンカラトンと言えという前にトンカラトンって言うなみたいな、そういう話で、うん、捨て台詞言って、うん、え何の話みたいな感じで、でそのまま僕は死んでいくんだろうなみたいな感じで横たわってて、うん、そしたら体が包帯でぐるぐる巻きにされて、うん、その子も怪人トンカラトンになっちゃうっていう伝染系の話、伝染系の怖い話、うん、これが第2位です。これもなんかアニメ見てもらえば分かるんだけど、ちょっと不気味な感じが伝わってくるから、はぁーやだーみたいな、なんかちょっと気持ち悪いなみたいな、そんな怖くないんだけどね、でもまあ小さい頃見るって言ったら、通学がね、小学校で初めて一人で行くとかさ、そう両親連れられないで行くってなった時からの話だから、そういうのが怖、なんか想像しやすいのかね、怖い、はあはあ、初めて知った、トンカラトン、ちょっと帰り道が怖くなるようなアニメ、トンカラトン、うん、で、はい、流行る、早いですけど、ちょっと今日 もう早いですよね、ごめんなさい、雑談なんですね、あ、これほわほわ花子さん紹介したいなと思う思った、うん、これ第1位、うん、これあのこれを話したかったんです、最1 Google で検索しても YouTube で検索しても、どういう風に検索すればアニメーションこれ出てきますみたいな、これ視聴者さんが、うん、視聴者さんがなんか持ってないかなみたいな、なんか知らないかな、どうやって検索したらアニメが見れるのだろうかっていうやつなんだけど、うん、これも記憶なんだけど、うん、記憶で話していいよ、本当にこれは私はふわふわ花子さん、ふわふわ花子さんで見てた中で一番怖いなと思ってたやつで、うん、もう題名もわからないです、もう言うと、うん、ふわふわ花子さんで出てくる、白い裸の大将みたいな、何タンクトップ、うん、着てて、でショートパンツを履いたガリガリに痩せた丸坊主の男の子が出てくるお話なんだけど、うん、え超怖いんだよなこれ、もう子供の時から見て本当にずっとトラウマだった、なんかある女の子が体育の時に鉄棒の授業を受けてたんだよね、うん、もう本当ごめん記憶なんだけど、で、みんな逆上がりできるわけ、うん、鉄棒の練習しててみんな逆上がりできるんだけど、一人だけ逆上がりできなかったのね、ある女の子、うん、主人公の女の子が、うん、で、放課後鉄棒の練習をしてた時に、うん、なんか僕が教えてあげるよみたいな感じで、うん、逆上がりした瞬間になんかその子が立ってるわけ、多分記憶的には、うんうんうん、逆上がりでした瞬間その男の子がいて、うん、えみたいな感じで、うん、僕が教えてあげるよみたいな感じで、うん、こういう風にやるんで逆上がりはみたいな感じでその子に教えてもらう、うん、で逆上がりできるようになるわけ、その女の子は、うん、でこれなんか喋ってるとそんなに怖くないなって思っちゃった。いい、言ってみて、言ってみて。なんか、そう、逆上がりを、で、逆上がりできるようになって、うん、で、あ、できたねーみたいな感じで、うん、よかった、ありがとうみたいな感じで言って、で、次の日、体育の授業で、逆上がりも普通にできて、おおすごいじゃんみたいな感じで、で誰に教えてもらったのみたいな、うん、って言って、
なんか坊主頭の、うんうん、タンクトップ着た男の子が教えてくれたんだよねみたいな、はいはい、これでね、なんでその男の子だったかってなんか分かるのかがもうちょっと思い出せないんだけど、あ、その子って実はみたいな、うん、その子は昔この校庭で、以前校庭で逆上がりの練習をした時に、うん、事故で逆上がりした瞬間に頭から落ちて、頭をもうなんか強打して、うん、もうそのまま死んだ子なんだよみたいな、死んだ子がいるんだよみたいな、頭を、子供向けの話じゃないような話をする、ね、そうそうそう、頭を打って死んだ子、うん、子がいたんだよってなって、その後日談みたいな喋り方というか、うん、それがすごい怖くて、え、これもうタイトルがもう分かんないからさ、誰かさ、絶対知ってる人は知ってると思うんだよね。でも残っちゃうやつなんかね。絶望の、そう、うん、なんか、なんだろう、タンクトップに胸元に何かぶら下げてて、うん、で、歯が、前歯が2本、前歯がすごい大きくて、うん、なんて、レレレのおじマンデーじゃなくて、レレレのおじさんっているじゃん。レレレのおじさんみたいな顔した少年なの。もう怖くて、その風貌も怖いし、その後日談で頭を打って死んだ子がいてねみたいな後日談も怖いし、それがずっとトラウマっていう雑談でした。でもまあこれ知ってたら教えてほしいのもあるけどめっちゃ教えてほしい。これタイトルとかアニメも見たい。これがさ、なかったらもっと怖いね。いや、それはなんかあの怖いやん。怖いじゃん。もうちゃんともうあるよ、鮮明に。夕日の中で、うん、アニメでふわふわ花子さんに出てて、やり方教えてあげるよみたいな、すごい感じのいい男の子だったんだけど、うん、めっちゃ怖かったっていうお話です。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今日もはい、今日もなんかちょっとくだらない感じでお話ちょっと喋ってしまったんですけど、皆さんいい睡眠をとって明日も一日頑張ってください。はい、おやすみなさい。おやすみなさい。また聞いてください。